どうもマサヤングの独り言チャンネルにようこそということで、今回はギターが上手くなる格安アンプスタンドの紹介ということで、お話ししていきたいと思います。アンプスタンドってね、こう鉄でこうがっしりしたやつありますよね。あれ皆さん使われてますか？あれ使わないと本当に、ギターがね上手くならない、ギターが下手になっちゃう可能性もある、ものですので、しっかりアンプスタンド使いましょう。まあ使わなくてもちゃんとした環境に置けば、OK なんですけども、まあそういう話を今回していきたいと思います。でちゃんとしたアンプスタンドって多分3000円か4000円ぐらいすると思うんですけど、今回の、アンプスタンドはですね、なんと200円です。200円、こちらでございます。セタカタイプドアストッパー、ドアストッパートールということでね、支えが強いヘの字型、支えが強いヘの字型、表面の滑り止めがしっかりドアをストップということで、アンプの傾きというかね、もう、しっかりストップしてくれますということで、これが、商品本体になります。ここにしっかりね、こうアンプを載せるわけですね。はい。で実際使っている模様としてはこういう感じになります。はい。まあ、小さいアンプだとね、これ実はね1個だけで全然こう自立するんですけど、まあ大きいアンプのも、お持ちの方の場合は、2個用意しておくとさらに安定感が増すと思います。で、これなぜいいかというとですね、まあ、このアンプの面、スピーカーの面が自分の顔を向くんですよね。で結構多いと思われるのがこれがなくてですね、この状態で弾かれてる方って結構多いと思うんですよね。この地面にアンプを置いて一応自分の方は向いてるんだけど、面はこのね、足元に行ってるという方がね結構多いんじゃないかなと思うんですけども、実はこれあんまり良くなくてですね、自分の面を向いてないってことは結構そのいわゆるハイの成分、高い広域のギターの広域の成分が、カットされてるっていうか、あまり綺麗に聞こえてない状態になるんですね。でその状態で例えばじゃあ、ライブがあるからエフェクターで音作りしようとかって音作りしても、ちょっとトレブリーな音になっちゃうんですよね。で実際ライブもライブハウスとかでライブする場合はこのねアンプのこのスピーカーの前にマイクをそのまま置きますんで、アンプの音が直に出ます。で、ライブハウスとかのライブの場合は、当然立ってね演奏するので、まだ耳の位置が上に来るので、おいい音で弾けてると思いきや、結構アンプからはトレブリーな音が出てるっていう、結果になることが多いです。であと実際の演奏に関しても、僕のね思うその演奏の、なんていうかな、フォームの作られ方論なんですけど、まず演奏するじゃないですか。弾いて聞こえてきた音をまた聞いて、でちょっとなんか目標とする音と違うなということでピッキングをね、こうちょっと移動したりとか、角度変えたりして、また弾くと。で弾いてまた音が返ってきて、でまた微調整していくと。でその微調整で自分のトーンっていうのが生まれていくと思うんですけども、こうやって広域の成分がカットされた状態でそういうフィードバックの繰り返しをしていると、その広域の成分に対して、なんていうかな、そのピッキングとかで音作りっていうのはそのねトレブルとか回してやる音作りじゃなくて、演奏における音作りが結構苦手、特にトレブルの部分の扱いが苦手なギタリストになってしまうんじゃないかなということで、今回ですねギターが上手くなる格安アンプスタンドの紹介ということでお話ししました。で僕がずっとねここに、まあ、今これ鳴らしてないんですけど、ここに置いてるのはもう直接ここね、耳にアンプの音が届くためにアンプスタンドを使ってないんですけども、こういう風に置いてます。なんでアンプスタンド必ず、まあ、使った方がいいんですけども、こういう感じで、たまたまねソファーがいい高さとかっていう方はこういうところも利用していただいて、できるだけこのスピーカーの面が自分の耳に向くように調整してギターを練習してみてくださいということで、こちらですね、ぜひこのアンプスタンド使われてない方は
ダイソーに行っていただいてですね、別にダイソーじゃなくても100円ショップどこにでもあると思いますけども、ぜひ購入していただいてアンプの面を自分の耳に向けるようにして練習してみてくださいということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。